車で街に向かいながらこう思ったのを覚えています。こんなに頻繁に薬物を使ったことはなかった。危ない、リハビリみたいなものが必要かもしれない。でも引き返しませんでした。私の代わりに薬物を用意していた人が言いました。量がかなり多いな、大丈夫かい。私はああと言って、薬を飲むと数秒後には床に倒れていました。過剰摂取でした。自業自得です。後遺症のためある時点から記憶が全くないので詳しいことは分かりませんが、どうやら飛び降りたようでした。そうとしか説明がつかないんです。3階から落ちて骨盤と腕を複雑骨折しました。歩き方から学び直さなければなりませんでした。これまで6回手術を受けましたが、2週間後に最後の手術を受けて鼻を元通りに近い状態に直すことになっています。これまで50万ドルもの治療代がかかりました。この出来事が起こる前の6年間、12ステップの集会に通っていました。もっと定期的に通うようになってから生活がうまくいき始めました。自分が知っていることを人に話すことが大切だと分かったので、今は毎週通って集会の世話役をさせてもらっています。私にとってステップ12の集会は、困っている人を助け孤独ではないことを伝えることのできる場です。私自身も本当に一人ぼっちで自分など決して許されないと感じたことがあったからです。12のステップをきっかけに、私は自分が依存症だということだけでなく神の息子であることに目を向けるようになりました。その知識を人に伝えることはとても大切です。なぜなら苦労して分かったことだからです。だからこそ奉仕を通してこのメッセージを人に伝えることは私にとって大切なのです。